はい、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策動画の図形第9弾をやっていきます。で、今回はこの3問ですので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しいのがあれば、今からね、自分の方が全部解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。で、今回は1番が中2の知識で、2番、3番中1の知識でいけますので、まあ、3年生になってる子であれば全部履修済みとなっております。じゃあ早速解説の方ねやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあちょっといつも通り画面引きますんで、ちょっとお待ちください。いくよ。よいしょ。といいかな。 OK。 よし、じゃあ行きましょう。ちょっとね、問題文外してしまうので、これ見ながらやりたい方は Twitter の方で画像アップしてますんで、そっちで見てもらうか、もしくはパソコンだったら別画面表示でちょっと2個開いてもらって見てみてください。で、1番なんですけど、で、今回3問やってて、難易度としてはめちゃくちゃ難しいっていうのは入ってないんですけど、案外落としてしまうことがあるような問題を持ってきました。で、まず1番はもう平行な線があって、こういう風に中で折り曲がってたら、まあここに線引くよねみたいな、平行線引くよねみたいな感じでいつも通りやっていきます。つまりこの尖ったところ2箇所にこうやって平行な線引いちゃうんです。で、今回ここには書いてないですけど、問題文に載ってる X と Y を何度って出すのではなくて、X と Y を足したもの、X 足す Y ですね。書いておこうか。まあ、これを出したい。まあ、これ書くつくよね。こうね。これを出したいと。で、この状態でまず何ができるかっていうと、ここ31度です。だから、ここ、同位角なんで31度になります。まず、同位角、平行線だからね。で、今度こっち、下行くと、22度。ここも同位角なので、22度になります。いかん、22と22。で、この後にちょっとポイントがあって、今、問題文に載ってるように、ここが X なんだよね。で、ここが Y になってます。で、その X と Y 足したものを出したいんですけど、X の上部分と Y の下部分が今出ました。31と22。じゃあ中の部分どうなのかって考えた時に、まあどっち持ってきても構わないんですけど、これも平行線なんで錯覚の Z が使います。で、ここに Z を書いた時、ここの角度とここの角度は同じになります。錯覚の Z なんでね。ってことは、ここの角度をこっちに持ってくると、ここ足す、ここっていうのは、真横で揃って180度になりますよね。まっすぐのとこに乗ってくるから。だから、この部分は足すと180なんです。で、それに、X の上部分の31、Y の下部分の22を足せば、角 X 足す角 Y、角 Y が出てくるので、今回求めたかったのは、ちょっと待ってね。31度、プラス、180度プラス22度と。こうなるので、間違いたくないね。202の233か。これで終了となります。まちょっと211大丈夫ね。はい。まあ、こんな感じでやってみてください。で、次が扇形です。これ半径3で中心が90度。まあ、半径書いてねえな。3だね。の、中心角90度の扇形がありますと。で、これを AC を軸として1回転、ここを軸にして、くるっと回したいんです、こうやって。で、その時の、出てきた、できた立体の表面積求めたいんですけど、もう1番は、これ回したら何ができるのっていう。もうそれだけです。で、この、図形、まあ、回すとですね、半球ができます。半球。球を、半分に切って、上半分の部分です。で、それを、かけるかな。ざっくりでごめんね。まあ、ヘルメットみたいな。こんな感じです。で、半径3なんで、ここが3になります。半球です。だから、球の公式が必要になるの。で、表面積っていうのは、見えてる部分全部を出さなきゃいけないので、半球の場合は、ここの底面積と上のこの部分、カーブのね、球の周りの部分、
これを分けて求めます。で、まず円の方は普通に半径かける半径かける π、 まあ公式ですよね。なのでこれちょっと書いちゃいましょう。これ 9π です。下は半径かける半径かける π なんでね。で、半球の方は9の公式の半分って2分の1をかけるって考えるので、9の表面積の公式は半径かける半径かける π かける4です。表面積はね、半径かける半径かける π かける4、まあ、4πr2 乗とか書きますけど。で、それに今半分って言ってるんで2分の1を忘れずにかけてください。これがこの表面上のね、くるっとつるっとしてるところになります。で、これ求めるとここ約分できるんで2だから差なく218かとなります。で、 9π と 18π 両方足せばいいので、足して 27π 平方センチメートルと、面積だからね。これで終了になります。自分もちょこちょこ話するんですけど、9ってね、やっぱり、まあ、中1の時にやってるんですが、結構昔にやってるのとあんまり出てこないんですよ。あんまり出てこないんですけど、ふと出てくるんですよ、模試とか入試の時に。で、ふと出てくると基本的に9って難問ってあんまないんです。すごい難しいのって、公式さえ知ってれば基本的に解けるよねっていうレベルなんですが、公式を忘れてると確実に落とすので、なので、まあ、復習するという意味ではね、やってみてもらえたらなと思って今回作ったんですが、まあ、こんな感じで。で、もしあったら体積の公式もね、復習でやっててください。で、次、あれですね、図形の黒の部分の面積を出したいと。まあ、これはパズルゲームですね、基本的に。で、ここが今回10センチ。で、これは12っていうね、ちょっと大きさが違うんだよね。で、これはね、分けて計算するって方法もあるんですけど、一気に、解く方法の方でいきます今回は。で、ちょっとパズルゲームみたいな話をするので、よく頑張ってついてきてください。これ分けていくんですが、まずここの半円ありますよね、横です。ここの部分の面積を足すと思ってください。ここプラス今度こっちの半円です。今この2つを足した状態でどうなってるかっていうと、このままね、この図形を使って考えたときに、あ、フリーハンドはきつい気がするけどな。よいしょ。ちょっと待ってね。ちょっと曲がったけどごめん。こうなったときに何がなってるかっていうと、まずこっちの図形で塗ったことによって、ここが塗られますよね。もちろん。で、こっちの図形も足したことによって、こっちも塗られるんですが、見てわかるように、この部分が今ダブりました。ここが2回塗られたと思ってください。で、結局黒の部分を出したいので、この三角形のとこ邪魔になるんですよね。直角三角形。だから、こっから、直角三角形を引いてみようと。消してみます。そうすると、いいか、ここで消そうか。こう消えますよね。ちょ、一回消しちゃうね、直角三角形。こうやって消えるんですよ。で、消えるんですけど、一回引いてるから。さっき青で塗ってた部分は2回塗ってるので、1回分は生き残りますよね。つまり、ここは1回分残ってるんです、こうやって。そうすると、見事に求めたい図形になってるんですよね。だから今回この問題に関しては、これとこれ足して直角三角形引いたものがこれになるよっていう。そこが気づけるかどうかがポイントになる。で、これは結構すんなりね、これを足して引いてで求められるんですが、もしちょっとそれでうまくいかなければ、もっと細かく分けたりね、工夫する必要も出てくるんですけど、今回はこれで攻めて OK だ。というふうになる。じゃあ、あと一個ずつ丁寧に、ね、面積を出せばいいっていう話なので、まずこっち行きましょう。で、半円だから、円の半分って考えます。で、これは、半径は5ね。直径10だから。だから、半径かける半径かける π かける2分の1です。半分だからね。で、こっち、これは半径が6です。なので、プラス半径かける半径かける π かけるこっちも2分の1と。まだ入るかな ?OK。で、引くことも、これは、底辺が、まあどっちでもいいけどね。
底辺かける高さ割る2なので暗算しちゃうか。ここは60だね。で引く60で、これ計算するときにここは約分できるんだよね。2と6で約分しても構わないんですけど、これ結局こっちが約分できなくて2分のが残っちゃうのね。だったらこっちも意図的に約分せずに2分ので残した方が、こっち2分の25倍になります。で、こっち約分しなければ2分の36倍になります。本当は18倍なんだよ。でも通分してどうせ計算しなきゃいけないから2分ので残した方がいいね。どうせ戻ってくるから、また2分のがね。で、通分で2が揃ってるから、上が61か。なので、2分の61パイ、ここね、パイ、マイナス60。で、パイがついてるものとついてないものは計算ができないので、これで終了になります。で、面積だから平方、一応センチメートルと。こんな感じで、ぜひね、やってみてください。では今回は受験対策動画図形第9弾をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、また引き続きちょっとねスローペースにはなっちゃってるんですが、ちょこちょこ受験対策問題上げていきますので、もしよかったらそちらの方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。